次にですね、政党議員に対する国有地の払い下げ問題についてお聞きをしたいと思います。政策投資銀行は国に対して、大手町のビルに隣接しているこの駐車場の土地をですね、これはまあ国有地でございますが、それを購入するため申請する予定と聞いておりますけれども、それは事実でしょうか。またその目的はですね、一体何でしょうか。小村総裁。現在私どもの銀行が、国からお借りをしている駐車場、これはもう20年来お借りをしております。この駐車場につきまして、取得をしたいということで、先般の予算要求との関係で、財務省に、お話をし、資金計画に、計上をいたしてもらいました。この駐車場は毎年、1年ごとの契約になっており、契約関係が非常に不安定であるということ、それから主従の思惑に基づいてこれを取得しようという、まあ、地上げ屋といってはなんですが、いろんな人たちもおります。そういう面で私どもが、業務上支障のないように、あの地帯は先生ご存知のように経団連がそばにありまして、違法駐車もいっぱいあります。ぜひこういう駐車場をきちんと確保して業務に支障のないようにいたしたいと、こういうことで要求いたしたものです。委員長。佐々木君。まあ、今のお話によるとですね、毎年契約を更新しなきゃならんと、これどこでもやってるんじゃないですか、国有地を貸している場合は。それから、他の業者がですね、買い上げる可能性があると、いうことで先に押さえておかなければならないというようなことをおっしゃいました。じゃあ財務省に聞きますけれども、他の会社に売る予定というのはあるんですか。財務省丹後理財局長。お答え申し上げます。ご指摘 の国有地でございますが、現在私ども日本政策投資銀行に貸しているわけでございますが、まだ政策投資銀行から取得の正式の要望が参っておりません。まあ、仮に出てきた場合におきましては、私どもは会計法の規定等に基づきまして適切に対応したいと思っております。なお一般的に国有地につきましては、先に成立いたしました業界推進法におきましても、売却可能な国有地については売却を促進するということが言われております。また当該土地は私ども国が現時点で自ら利用する計画がございませんので、基本的には会計法の法令にのっとって、売却するというのが基本的な考え方でございます。委員長。佐々木君。他の会社に売る可能性は今のところはないと。そうすると政党議員としてはですね、土地が値上がりする前に抑えておこうと、まあ、こういうことですね。小村総裁。土地が値上がりするかどうか私どもも分かりません。ただ政府において業界推進法において、国有財産を売却を促進しようということであります。その際に利害関係人である私どもが、それをぜひ取得をいたしたい、他の人の手に渡る前に業務上必要な土地を取得いたしたいと、こういうことで申し入れたものでございます。委員長。佐々木君。それではですね、この土地の申請はいくらで、やるつもりでしょうか。平成19年度の資金計画上の金額ですね、これはいくらになってますか。小室総裁。この金額は私どもが予算要求をする際の路線価を参考にいたしまして、要求をいたしました。この額がすなわち売買価格になるということではございません。一応の目安として路線価をもとにして、約90億円の予算要求をいたしたと、こういうことでございます。委員長。佐々木君。その価格はいくらかと聞いてるんです。小村総裁。
これは仮に私どもが見積もった価格でございますが、91億2000万でございます。当時の路線価に、その後の私どもが見込んだ値上がり率をかけまして算出した金額でございます。委員長、佐々木君。路線価、その基礎になった路線価と、それから値上がりを見込んだ金額、これを平米あたりで示してください。国税庁岡本課税部長。尋ねの路線価についてございますけれども、政策投資銀行の周辺の路線価と思われますけれども、千代田区大手町1丁目9番の日比谷通りの平成18年分の路線価は1平方メートルあたり969万円となっております。委員長、佐々木君。それに若干お話をして、申請をする資金計画を立てたと。でそれはいくらなんですか。小村総裁。ただいまご説明のありました路線価に、これは私どものこの変動率、9.5% を一応の目安としておいた、おいて計算をいたしました。でいくら。その結果路線価969万円、それに面積をかけ 1.095 をかけますと、先ほど申し上げました91億2000万円ということで。1平米あたりでいくら。はい、1平米あたり。平米あたり969万円、これが路線価であります。それプラス、その平米は 859.49 平米であります。これに 9.5% の上昇率をかけますと、私が申し上げました金額になるわけであります。委員長、佐々木君。財務省にお聞きしますけれども、これは随意契約によって行うと想定されますけれども、その基準は何ですか。随意契約の基準。丹後理財局長。国有地を随意契約することについては、会計法等の規定に定められているわけでございますが、取得者のとして政府関係金融機関という規定がございまして、仮に先ほど申し上げましたように日本政策投資銀行から要請があれば、こういった規定に基づいて私ども判断していくことになると思います。委員長。佐々木君。その基準というのは何ですかと聞いているわけです。政府系金融機関は随意契約をしてもよろしいと、こういうことになっているんですか。小村総裁。会計法に基づきまして予決例というのがございます。予決例に私どもが随意契約者であるということを明示、成文化されております。その根拠に基づいて私どもが申請をしたということでございます。委員長。佐々木君。元、事務次官の答弁ですが、今は総裁ですからね、これは財務局に答えていただけなければならんことであります。この地域ではですね、大規模な国家プロジェクトとして再開発が進められております。で平成15年1月31日にですね、政府の都市再生本部が都市再生プロジェクトの第5次決定というのを行っておりましてね、この第5次決定にはですね、こう書いてあるわけであります。大手町合同庁舎跡地の活用における国際ビジネス拠点の再生と、こういう見出しですね。千代田区大手町地区において大手町合同庁舎第1号館第2号館跡地を平成15年中に売却する、これを契機とし段階的かつ連続的な建て替えによりにぎわいのある国際的なビジネス拠点としての再生を目指すと、こういうふうに、大変その大きな構えを示しているわけであります。でこの再生本部に都市再生本部に来ていただいておりますが、
具体的にはですね、どんな形で、どういう手順でこれを進めるのか、お答えをいただきたい。松葉内閣官房都市再生本部事務局次長。お尋ねの件でございます。大手町地区の開発につきましては、先生ご指摘のように平成15年1月に決定されました都市再生プロジェクト、国有地の戦略的な活用による都市拠点形成に位置づけられておりまして、旧大手町合同庁舎1号館2号館の跡地を種地といたしまして、いわゆる連鎖型再開発事業が展開されております。現在第一次の再開発事業として、日本経済新聞社、経団連、J グループが旧その合同庁舎間跡地に再開発ビルを建設中でございまして、先月に着工したところでございます。今後その一次再開発事業が進行した段階で、これらの社がそれぞれ進行した新しいビルに移転をし、次にこれら地権者の現在の土地が新たな土地になる、種地になるということで、第二次の再開発事業がスタートしていくことになるのではないかと思っております。このようにその旧大手町合同庁舎1号館2号館跡地を種地として活用し、再開発事業を連鎖して、貴重な国有地を一度のみならず、一度のみ その単発の開発ではなくて2度3度と再開発事業に結びつけていくことで、戦略的な都市再生を進めていきたいと考えております。伊沢君、お配りした資料を見ていただきたいんですが、今説明があったのは、この1枚目のですね、連鎖型都市再生プロジェクトというものでありまして、周辺の会社の土地をですね、この合同調査跡地と勘違いたしまして、そしてこの移ると、で空いた土地に今度は第二次事業ビルを作って、さらにそこにですね、周辺の会社が勘違いをし、そこに入ってくる、こういうその連続的な再生プロジェクトということであります。で、2枚目を挙げていただきますと、その一角にですね、ちょうどその真ん中のところに日本政策投資銀行というところがそこにあります。でそこに隣接する形でですね、駐車場というのがあって、これが国有地であります。でその国有地を日本政策投資銀行に売る話が一方である。そして他方でですね、この地域全体がですね、この再開発の大きなプロジェクトの枠の中に入っていると、こういう関係になっているわけです。で問題はですね、この核になっている大手町合同庁舎第1号館第2号館の跡地をですね、この都市再生機構に売却した、それが核になっているわけでありますが、その売却はですね、いくらで行われたのか、1平米あたりの金額はいくらか、これを示していただきたい。丹後理財局長。お答えいたします。ご指摘の旧合同庁舎1号館2号館の売却につきましては、法令の手続きによりまして自覚により売却することといたしまして、不動産鑑定士に鑑定を依頼いたしました。その評価をもとに売却したわけでございますが、売却価格は1平方メートルあたりの単価は、970万円、売却価格は1300億円でございます。委員長。佐々木君。これめちゃくちゃ安いんじゃないですか。路線価とほとんど変わらない、1平米あたり970万円、こんなですね、いわば叩き売りみたいなことをやってる、不動産鑑定士が勘だと言いますけれども、極めて前つばでありまして、この周辺の市場価格はですね、別の不動産鑑定士に聞きますと、1平米2500万からですね、2800万と言われているわけであります。さらに高い価格を示す方もいらっしゃる。でこの連鎖型再開発が行われるわけでありますから、当然その再開発が進みますと、この地域の地価は上がることになると思いますが、いかがでしょうか。丹後理財局長。お答えいたします。先ほど申し上げましたように、合同庁舎1号館2号館の売却は17年3月でございます。先ほど日本政策投資銀行からお話になりました単価は18年1月でございまして、
時点が違うわけでございます。それから私どもといたしましては、売却にあたりましては不動産鑑定士に鑑定を依頼し、その結果に基づいて売却しているところでございまして、正当な価格というふうに理解しております。そういう話じゃないんだよ。上がるんじゃないかと聞いてる。委員長。佐々木君。じゃあ私が尋ねたのは、こういう形で再開発が進みますと、この地域の地価は当然上がりますねと聞いたわけです。不動産鑑定士の話だとか、その地点が、何年長さだとかっていう話じゃない。上がるかどうかと。丹後理財局長。お答えいたします。売却する際には時価ということでございますが、その際繰り返しでございますけど、不動産鑑定士に鑑定を依頼する。その際不動産鑑定士はその時点で予想し得る状況を要するに織り込んで、価格を決定するということでございまして、私どもとしては不動産鑑定士による鑑定の評価に基づいて売却するのが適正な方法であるというふうに考えております。違うって、そういうことではない。委員長。佐々木君。現実にこの地域の不動産鑑定士の話による地価の値上がり方は、大手町一丁目の地価はですね、再開発の影響で1年で 3,4 割上がってるんですよ。実際にあなた方の都市再生プロジェクトを見ますとですね、にぎわいのある国際的なビジネス拠点として再生すると、当然地価が上がるのは当たり前じゃないですか。どうですか。丹後理財局長。お答えいたします。繰り返しのお答えでございますけれども、私どもといたしましては売却する時点で不動産鑑定士に鑑定をお願いすると、その鑑定士の方は、国土交通省の通達等に基づきまして鑑定時点で、見込めることについて見込まれ、それでそれに基づいて、鑑定評価を行うということでございまして、私どもとしては売却する際にはその鑑定評価によって売却するというのが適正な手続きというふうに理解しております。そんなこと聞いてんじゃないんだよ。委員長。佐々木君。質問に答えてください。丹後理財局長。上がるの当たり前じゃないか。繰り返しでございますが、繰り返しや、私どもは要するに、なんで一つなんだよ。答えてないんだから。ご静粛に。答えてないんだよ。ご静粛にお願いします。お答えいたします。私どもは国有財産の売却には時価によることとしております。で、繰り返してございますが、時価は不動産鑑定士の鑑定によると。で、不動産鑑定士はその時点で見込めるものが、見込んでいただいておりまして、そういったことで、出てきた鑑定については正当適正な価格であると理解しております。委員長。佐々木君。ダメだそんな答えじゃ。再開発の状況には上がりますかと聞いてるだけなの。それは私には分かりませんでいいんですよ。下手に答えるからよくないです。嘘ばっかりじゃダメですよ。ちょっと即答です。再開発したら上がるのは当たり前だろうが。上がるかどうか実際に上がってんだ。そうです。上がってるってなんで答えられないんですか。店長さんの理論ははっきりしとって、店長さんの理論ははっきり、これを開発したら全体の評価が上がって高値になるねってことが言わしたいんですよ。だからそれをあれ繰り返しちゃダメなんですよ。当たり前の話なんだよ。現実に上がってるかどうかなんですよ。私には分かりませんで、それがいいはずなんです。じゃあもう一度佐々木さんに。佐々木君。委員長。現実に再開発が進めば地価が上がると、これ当たり前のことです。あります。で、この地域は現実に上がってるんですよ。そうじゃないんですか。丹後理財局長。理財局長として当然お答え申し上げます。本件の鑑定につきましては複数の鑑定業者にお願いいたしまして、鑑定をしていただいております。で、鑑定にあたっては当然不動産鑑定士の方は見込める、変動等々につきましては織り込んで見込んで、おられるというふうに理解しておりまして、私どもとしてはその鑑定
専門家の意見を踏まえまして、いただいた鑑定評価で、時価を決定するということになっておりますので、ぜひともご理解いただきたいと思います。佐々木君、全然質問に答えてないじゃないですか。再開発をやったら、その地域の地価は一般的に上がると、そういうことになるんじゃないですかと聞いてるわけですよ。鑑定評価の話言ってんじゃないの。大臣、当然上がるでしょ、当然上がるでしょ。尾身財務大臣、上がるよ。不動産鑑定費が客観的に評価をした価格でこの販売をして売買をしたということであります。でその鑑定士の評価はいろんなそういう地域の開発の状況等も総合的に勘案した結果の評価であるというふうに今局長は説明をしたと思いまして、私どもとしては政府としてはこれが正式の答弁であると考えております。委員長、再開発をすればですね、当然その土地が上がるのは当たり前じゃないですか。そうでしょ、再開発をしたら土地が上がるというのは当たり前じゃないですか。現実にこの地域の土地は上がってるんですから、そうじゃないかと聞いてるんですよ。どなたが答弁ですか。丹後理財局長。同じこと言っちゃダメだぞ、繰り返しはダメだよ。お答えいたします。まあ、今大臣からご説明ありましたように、不動産鑑定士としてはその時点で見込めることについて見込んで、その上で鑑定評価をしているということでございまして、私どもとしてはその評価に基づいて、まあ、時価により売却するということでご理解いただきたいと思います。それは手続き上の話だよ。この時の鑑定評価ちょっと人お願いしますよ。もうこれ詰まるようなところじゃないんですよ。しょうもないところなんですから、もう頼みますよ。もうこれは鑑定評価がけしからんなんて言ってませんよ。一般的に再開発したら周辺の地価っていうものは上がるものなんですか。上がるのは多いだろうけど、多いだろうけど、役所としてはやっぱりそれは上がるといけない。専門家が相談とか予測してやってるんで、もしそうなら、もう言いたいのはここの話に分かってるんで、ここ多分ここの部分の地価がここの事例売買事例価格を見てここを決めるっていうのには当たりませんねってロジックが多分ということは、逆にここが上がってるじゃないか、現実にここもいいんですぐらいのことを言うのはおかしいでしょ。言ってますよ。ここでの売買事例も見ながらなんですよ。言ってますよ。だからまさにこの時点でやるべきであって、この合同庁舎1、2号館での都市開発庁の売却価格は全く参考に当たりませんとぐらい言えばいい。一般的に地価は上がるでしょと聞いてるだけなんです。それは個別具体的には答えれんって言うんであれば、ここの売買事例がここの参考になるというロジックはコントラディクションですね。いや、ここが参考になるという話じゃないわけ、今は違うわけ。いや、ここが900何十万で取引してるんで、うん、ここが参考になるだろうという理屈なんですよ。即分するって聞いたことないですよ。一般的に上がるでしょって聞いたことに対し、その一般的に上がるかどうかもたらればなんで、鑑定士に聞かないと分からない。だったらばこの話、この話とこの話は全く別ですと言ってもらう。ここでの取引事例は今後の参考になるのでしょうか。ここでの取引事例を参考にしてここを低めに抑えたいということでしょうか。でもここの取引事例は今後上がるかどうかは時々の鑑定評価で決めるんだから、ここの970万、70万取引したからって、ここの足かせにはなりませんね、逆に。違う、違う、店主さんの取引は。上がるね、上がるね。でも、その一般論さえも、個別に鑑定士の評価で、ね、答えられないと彼は言うんで、言うんで、だったら逆に、この政党議員のこの売却の際の事例として、この銀行の取引は足かせになりませんね。そのロジックを組めばどういうと、そういうと、まあ、向こうなんか言ってたら、もう一度答弁できますか。繰り返りして、まあ、そっき止まってたのか。何回もしたら、いいよ、そこは止まってない。ダメだよ。止まってないですよ。だって。そんなんダメだよ、それ。丹後理財局長。そんな協議中に。
いや、それ止めるってそういうあれない。お答え申し上げます。一般的に不動産鑑定を行う場合には、不動産鑑定士の方は、長年の経験と知識によりまして、まあ、その、売却対象の土地の周辺の状況等を十分見込んで、その時点で見込める状況については見込んだ上で、不動産鑑定の評価を行うと理解しておりますので、私どもといたしましては、そういった評価を正当な時価というふうに理解しておりまして、それによって売却したところでございます。委員長、佐々木君。まあ、その一般的に上昇するというのは、現実にここ上昇しておりますし、それを目指して再開発するという事例が多いわけであります。もう一度確認しますが、1平米970万という、この都市開発、都市再生機構に売却した価格というのはですね、その後、その周辺の状況等も勘案して、新たな、まあ、価格の設定になっていくわけだと、これに縛られないと、まあ、こういうことですね。丹後理財局長。お答えいたします。先生おっしゃるように、私どもが売却をお願いしましたのは、17年3月時点での、鑑定による評価でございます。従いまして、その後状況が変化すれば、価格は変わる可能性はもちろんございます。委員長。佐々木君。まあ、当然上がるのは、この地域が現実に3割、4割、1年で上がっておりますし、市場価格はですね、2500万とか2800万というふうに言われているわけですから、大体その売却価格が低すぎると私は思いますけれども、しかし上昇傾向にあることは極めて明確であります。そこで聞きますが、この推進母体になっております大手町まちづくり推進会議の構成メンバー、これは何社ありますか。松葉事務局次長。お答え申し上げます。地権者等で、53でございます。委員長。須崎君。その中にですね、政党議員は入っていますか。松葉事務局次長。政策投資銀行も入っているというふうに聞いております。委員長。佐々木君。このまちづくり、この推進会議というのはですね、この再開発全体を企画し推進していくですね、まあ、いわば母体であります。で、その中に政党議員が入っていると。それから次にですね、平成16年6月に大手町開発という事業の実施主体が設立されております。この実施主体はですね、平成16年の6月に設立をされて、おりますが、平成17年にはですね、この先ほど言ったように都市再生機構にまず、随意契約で、この1号2号跡地がですね売られた。で、11月にですね、この大手町開発、ここに、そのうちの3分の2が売られているわけです。で、その価格はですね、随意契で都市再生機構が買ったものに若干管理事務費を上乗せしたと言われておりますが、ほぼ随計で買った価格でですね、この大手町開発というところに売却をされているわけです。で、お聞きをしますけれども、この大手町開発というですね、これは民間の会社ですが、随意契約で売ったのでしょうか。これはその簡単にそういうことはできるんでしょうか。松葉事務局次長。先生のお尋ねは、都市再生機構から
有限会社大手町開発に随意契約で売却をしたかというお尋ねでございますか。その通り随意契約で売却したと聞いております。委員長、佐々木君、なぜそれが可能になるんでしょうか。松葉事務局次長。当該土地の譲渡の手続きにつきましては、直接は私どもの事務局がお答えする立場ではないと思っておりますけれども、都市再生機構において適切な手続きにのっとって判断をされたのではないかと思っております。委員長、須崎君、だからその適切な手続きというのはなぜ行われたのかって理由を聞いてるんですよ。この民間都市再生事業計画の認定事業者だからできるんじゃないんですか。認定事業者になっていなければできないんじゃないですかと改めて確認したい。そこまで松葉事務局次長。先生、今お尋ねの件でございますが、繰り返しになって恐縮でございます。直接には当該会計の規定に照らしてどうかという判断だろうと思っておりまして、その意味で恐れ入ります、私どもで直接その売買について監督をしている立場でございませんので、詳細を承知しておりませんが、適切にやられたのではないかと推測をしておるということでございます。委員長。佐々木君。ここに私議事録を持ってましてね、第218回国有財産関東地方審議会議事録と、でこれ平成16年6月18日大手町合同庁舎で行われたものですが、ここでですね、この1号館2号館跡地を土地区画整理事業用地として、売り払いすることについてという議題が出されております。でその議題の中でこういう議論が行われているんですね。でこれはですね、財務省理財局国有財産業務課長の説明であります。そこでこういうことが言われております。この随意の正確性がいろいろ問われるわけでありますが、こういうふうに言っている。国が特定の民間に国有地を売却したという社会的批判を招かないようにここで、担保し配慮したいと。これ何を担保するかというと、認定事業者になりますと直接国がこの事業会社に随意契約で売ることもできますと。つまり認定事業者にしてあげますから、そうすれば随意契約で売ることができると。つまり随意契約をするためにですね、国が認定事業者としてですね、この大手町開発を認めましょう、こういう経過で随意契約が行われですね、そして、土地が国有地が売却されたと、こういう経過じゃないんですか。丹後理財局長。お答えいたします。本事案につきましては、事業者である、都市再生機構において大手町合同庁舎跡地を公益の事業のよう、すなわち、都市再生プロジェクトにおいて、活用することが認められましたことから随意契約により売却したものでございます。委員長。佐々木君。つまり、この認定事業者として、この大手町開発を認めですね、でその上で売却をしたということで、あります。それ問題はですね、この大手町開発というのはですね、どういう会社なのかという点ですよ。で、この会社の構成メンバー、これはどこでしょうか。それから出資金、それぞれいくら出しているでしょうか。
松葉事務局次長。それよりです、有限会社大手町開発の支社等についてお尋ねがございました。私どもといたしましては、一般に都市再生プロジェクトが着実に実施されるようにフォローすることは役割だと思っております。ただそういう意味で逆に申しますと、個別の事業者に関する情報については直接に事業者にお問い合わせいただくのが適当ではないかと一般には考えております。から大手町の都市再生プロジェクトにつきましては、旧大手町1号館跡地を種地として活用され、再開発が2度3度と連鎖することが大切だと考えております。その限りでの状況の把握には努めようとしておりますが、直接の事業者について十分はそこにお尋ねをいただくのが適切ではないかと考えております。委員長。佐々木君。国家プロジェクトとして推進してるんですよ。しかもですね、これは都市再生プロジェクトということで内閣挙げてですね推進をしているわけです。で、その目玉としてですね、大手町の開発、再開発事業がある。でそれをですね、実際に推進している事業主体、その事業主体がどうなっているかというのはですね、把握し、当然国会に報告するのは当たり前じゃないですか。なんでその当事者に聞かなきゃいけない。国が挙げて推進している事業の中身を聞いているんですから、当然ここで明らかにしていただきたい。松葉事務局次長。基本のスタンスにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、さらに当該事業者については匿名組合出資というふうに聞いておりまして、具体の出資者については公表されていないというふうに聞いております。委員長。佐々木君。いや、だからダメだって言ってるんですよ。要するに認定事業者にしてあげますよって言って認定したわけでしょ。ふさわしいですと、あなたのところはね、この再開発を進めるための、事業主体として真っ当な構成ですと。だからその構成の中身を我々に、ここで明らかにしていただかなければですね、本当にまともな認定をしたかどうかわからないじゃないですか。当然資料を出してください。松葉事務局次長。今民間都市再生事業の認定についてお尋ねがございました。当該認定につきましては誠に恐れ入ります。私どもで担当しておるものではなくて、国土交通省の方で認定作業をしておるということで、そちらで適切にご判断がされているものだと理解をしております。委員長。佐々木君。あなたは都市再生本部の事務局次長じゃないんですか。都市再生本部の都市再生プロジェクト第5次決定の内容の一番最初に出ているのがこのプロジェクトですよ。当然その中身をですね、明らかにするのは当然じゃないですか。で、委員長、この、大手町開発のを構成している会社名、それから出資している、その出資者、出資額ですね、これを資料として当委員会に提出していただけるよう取り計っていただきたい。ただいまのご要望の件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきたいと思います。委員長。佐々木君。この大手町開発の出資者の中にですね、政党議員が入っていますね。小室総裁。デベロッパーの皆さんの集まりだと思います。私どもは出資、参加いたしておりません。委員長。佐々木君。そんなデタラメなこと言わないでくださいよ。業務報告書があるでしょう、政策投資銀行。これを見ますと、都市再生ファンド、大手町開発、この24ページ200億円出資をしてるんじゃないですか。ダメだよそんな答弁。全然ダメだそんなの。答弁をします。与党の理事、えらいことだよ今、虚偽答弁になるよ。これダメだよ、委員長、受け止めてください。これ今答弁を、ちょっと時間をさ止めないとダメだよ。これゆっくり調べてください。ゆっくり調べた方がいい。小室総裁。ゆっくり調べた方がいい。大丈夫。私どもはこの大手町開発
には出資をいたしておりません。この公表した、ものは同じ名前になっておりますが、実は、富士銀行後の、開発について東京建物等々と一緒に同じ都市再生ファンドを形成したことがございます。その関係の数字がここに書かれたものでございます。ただいま先生ご指摘のところには私どもは参加いたしておりません。委員長、鈴木君。そうするとこの大手町開発と括弧して書いているのは、特定の固有の名前ではなくて大手町地域における富士銀行跡地に対する出資と、その事業に対する出資、こういう理解でいいんですか。小室総裁。さようにご理解いただきたいと思います。委員長、佐々木君。そうしますとですね、ますますこの大手町開発、有限会社の大手町開発の内容が非常に、重要になってくるわけでありまして、三菱地所、産経ビル、NTT 都市開発、東京建物等々がですね、この大手町開発に入っているというふうに我々は聞いておりますけれども、しかし、本当にそうなのかどうか、それから、その出資額がそれぞれいくらか、これは後で理事会で協議ということですので、しっかりと資料を提出していただきたいと思います。それから次にですね、この政党議員としてはこの推進会議に、これは最初から参加をされていると、これは先ほどお認めになった、そして、大手町地域の開発に、200億円というですね、出資をしていると。で、したがってですね、これは大変な金額でありまして、例えばトマトには207億円、ムツには284億円ですから、それとほぼ並ぶ大変大きな出資額であります。ですから、先ほど総裁はですね、一番最初に、この地域の土地の価格がですね、どのように値上がりするか分かりませんというお話がありました。しかしこの地域のプロジェクト全体のですね、国家プロジェクトとして推進されている、この連続した再開発の中で、この駐車場がどのように扱われていくか、それは政党議員としての意思もそこに働くだろうと思いますけれども、十分熟知をしてですね、こういう駐車場の申請をですね、買いたいという申請をされているというふうに、理解して、よろしいと思いますが、いかがでしょうか。小室総裁。繰り返し申し上げますが、富士銀行後の大手町の開発は全く別の案件でございます。私どもは地権者として、参加している、これは、将来再開発をされたときに地権者としてどういう意見を持っているかということで参加をいたしております。200億円の件は全く、今回の件とは関係ございません。これは新しくこの地域を再開発をするときに一種の都市再生ファンドとして私どもが参加した案件でございます。これは十分ビジネスになり、トマト等とは全然違う種類の新しい形の出資案件でございます。佐々木円翔君。だからそのことを聞いているのではなくて、この開発全体としてどういう大手町の姿になっていくかということはですね、十分熟知をしているはずだということを聞いているわけですよ。小村総裁。大変失礼いたしました。これは、この地域が大手町の中で一番遅れた地域であります。この再開発の重要性というのは私ども、認識をしております。正式に参加するということは決めておりません。ただ私どものこの駐車場を、私どもと、国から買い上げておってもですね、いずれは全額出資の私どもの銀行であり、国が出資をしておりますから、仮に値上がりをしたもそれは国に帰属するわけでありまして、私どもがそれだけ利得を図るということではありません。株式の売却の際にはそれは実現される利益であります。委員長。佐々木健翔君。それは全然違うんじゃないですか。完全民営化が
5年から7年後ですね、来年以降、決められているわけですよ。今は確かに政策投資銀行は国の機関ですけれども、しかし、結局は民間企業になるわけです。民間企業にですね、国から、まあ、こういう、あらかじめその、政策投資銀行として、国からその土地を、まあ、払い下げたら変だけれどもね、その非常に路線価に近い価格でもらって、でそれをこの連続型土地再生プロジェクトの流れの中でそれを生かしていこうと、つまり本来ならですね、民間会社に直接は、随意契約で売れないわけです。しかし今の段階で政府系金融機関だから売れるわけです。でそれを利用してですね、今度は民間になったときにですね、その財産を利用して、値上がり利益を手に入れながら新たな戦略を組んでいきたいと、まあ、こういう意図が働いていることは見え見えなんですよね。ですから私はこのやり方というのはもともと非常に問題のある不透明なものが含まれていると言わざるを得ない。そこで委員長に提案ですけれども、この委員会としてこの大手町開発の現地ですね、この国有地は当然、財務省の所有地ですから、国の所有地ですから、どういう状況で開発されるのか、この視察をですね行っていくべきだというふうに思いますが、ぜひ実現していただきたい。五国理事会で協議いたします。あ、小村総裁。なんだ、ただいまの先生のご質問でやはり誤解を解いておかなければなりません。誤解してないよ。これは例えば現在私どもの土地をデベロッパーに売れば、その開発利益はデベロッパーが将来利得をいたします。しかし私どもが現在ディスカウントをしてもらうわけではございませんが、適正な価格で購入し、将来その土地の価格が上がったとしても、その上がった利益というのは国に帰属するわけでありまして、他の業者には帰属するわけではありません。もちろん私どもにも帰属するわけではございません。全額政府が出資した機関でありますから、完全民営化し株式が売却されたときには、それがその利益が実現するということでございます。委員長、佐々木健翔君。株主は、民間に売却をされるわけですからね、民営会社になるわけでしょ、民間の会社になるわけですから、私が先ほど言ったのが正しいと思います。ディベロッパーに売ればっていうけど、それはまあ売ればますますひどい話なんだけれども、保有していてその土地をですね元にその勘置というのが行われるわけです。で、これが第二次事業が行われた際にそれに参加するかどうかまだ決めてないとおっしゃいましたが、これはこの地域全体が対象になっていますから、当然、ここに入るか入らないかの判断をせざるを得ない。その時にこの保有している土地を持ってですね、有利に勘違いができる民間企業としてですよ、そういうことになるじゃないですか。こんな全然説明になってませんね。じゃ あもう時間も参りましたので、今日のところはこの辺にしておきます。また続きはこの次やりたいと思います。はい。